狼殿よ。海星の力竜海一魔界ではまた。おお、新たな手がかり。石じゃ。石とは。これを見てくれ。源の子を求めた者が好奇を放つ石が祀ら、うん、どうした狼。そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の子の石か。はあ、おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れと、そう書かれておる。腰入れ、それは岩戸の奥の洞窟です。ふん、そのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致かぐわしく。ん、九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好奇をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああ、そうだ。私の方も新たに必要な子が分かっ。それは流陰の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様のですが。ああ、流陰の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武様、何か血を流す術が、ひとまずこれをそなたに渡して。我が血を流す。エマ殿に聞くのは、うん、クスシならば確かにそなたの。お主にた、はい、巫女様の血。何故戦況に竜の波伏し立ちを果たす。そのためには。そう、確かに竜院のですが、それをなす者が先方人。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が知るさ。はい、不死竜院の巫女の身に傷を負う。わかった、これで不死立ちが巫女様にも。はい、狼。はい、どうじゃった。不思議りならば。そうか、不思議りならば私の血。はい、手に入れてきてくれるか。ぎおい。
様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。物資殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎。何を備えようともそれしか見え、一面のアシナを焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。この酒を好きなお方切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは。道元。あいつは希代のクス氏だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ。腕を失ったわしに道元が作って、今はお前さんの左もっとも義手作り、幾度も幾度も。どうした。忍び義手をまともに動かせ、エマにせがまれ、駒やら何やら掘らされ、そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は忘れがたみ。ずいぶんと経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。
そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？明かせぬのですね。ならば互いに関わらぬがよろしいでしょう。あなたは、ああ、もしや、そうだ。やはりそうです。あの任を受け負って、私は道中落ち水の施術の支度を任され、早速ですが死の師匠から預かった文を、司祭はこちらに。知らぬようにご存じます。ああ、
忍びのお方、司祭は余計なことは互いに知らぬがよい。御神、そこの御神、この千方寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それこの千方寺に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけ。狼殿、ではまた。戦況に至るための講集めも、狼よ。床桜は枯れ。はい、ですが何、牛もさ、そういえばそこにある人の一心同一忍び、この千方寺に入ったらどう。それでも進まれるの、せめて私たちが。
蛇書きはの二つあるぞい。一つは生書き、一つは星書き。あっちじゃ。生書きはあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生書きもいでくれようぞ。生書き、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米は落ちの御子。